おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、夜勤明けの次の日に休みなんですよ。休みなんですけど、今までね、職員会議に行きました。休みですけど仕事でした。要は職員会議に対しては私いろいろとちょっとね、書ききれない、ここに伝えきれないほどの実は文句があるんですけど、あのテンポの悪さどうにかならんもんかね。職員がさ、一室と固まってさ、だからね、やる時間がやる時間だよね。入居者がさ放置になっちゃうんだから、やる時間がやる時間だよな。あれもな、誰も何も言わないのかねみたいなさ、職場のことを話すのはいいけどさ、それ以前にもっとさ、今のその現状の話をしろ。最近私職場に不満が溜まっております。大丈夫か。はい、というわけで今回はね、やり残したことをやっていきましょう。行ってみよう。はい、というわけでね、こちら伝説の勇者に挑戦。はい。本来は実は王者決定戦の後にもうできるみたいなんですけども、私やっぱりデスピザを倒した後にね、勇者になることになりました。はい、というわけでクリア後でね、まず勇者になろうと思います。来たー、伝説の勇者が挑戦届きましたよ。これをアーケードに見た人、これアーケード実際勇者やってた人少なかったんだよな。さすがに、さすがに少ないわな。はい、来ましたよ勇者が。こいつには森ミッションで嫌な思い出しかねえわ。森ミッションの激闘思い出すな。おー、腕上げてる、強そうや。いや、こいつはマジで強いぞ。2800とかふざけてるもん、HP が。初回は確かモンスターマスターで、ね、ドルマとか撃ちまくって突破をした覚えがありますんで、まあ、職業系で行ってみようかなと思います。はい、行きましょうか。チューパーでごめんよ、バトルマスター。行くぜ。おっと、もうつかじだ。自重しなさい、ちょっと。自重しなさい、ちょっと。これ、ドラゴンキッズ刺さんないかもしんない、ちょっと。ドラゴンキッズ大丈夫、刺さるこれ。HP は互角だね。まあ、なんだかんだと言ってですね、このドラゴンキッズを結構かなり使ってる覚えがあるんですけど、私。かなりドラゴンキッズにお世話になってますね。今回は職業系でね、伝説勇者突破を目指します。まあ、とりあえずこれでしょう。勇者の性質考えてこれ以外ありえないんで。まあ、問題は勇者っていう回避率がそこそこあったり、ガード率が高かったり、だから敵に至っては有機補正が凄まじいよ。有機補正で敵おかしくないか。ふぅウェイ火山林オッケー、林いいよ。そう、ガードが怖いから。で、何よりこれですよ、ドルマ。はい、そう、暗黒呪文弱点よ。ドルマ打ってけ。さあ、まずコドラはね、連続ブレスですが、もう打点が出ません。はい、デイムで打点が出るわけないんで、あ、やばいな、お前、さすがに。伝説の勇者ね、結構いろんな属性に強いんで、耐久力もあるし、ロトの剣技の回心率もすごいからね。いや、デインブレイク強いんだよね。これ、麻痺あるし。そうだね、麻痺あるね。そう、麻痺があるから強いんだよな。で、ルトの剣技のね、通行率もあるし、そこにね、さらに敵のね、補正が加わることにより、最強のユニットに見えますよ、正直。いくぜ、火の奥義、ふぅ、ウィン、火山、ふぅ、炎、よし、いいよ。しっかり当てれるから大丈夫。で、一番気をつけておきたいのは、次のターン、つばぜり合い。敵の勇気の補正的に行くしかないんです、次のつばぜり合いは。だから来たよ、ロトの元気。ここ食らうか。あ、でもまあ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 、そこまでではない。いや、でも強いけどな、合体モンスターとして見るならさ、めちゃ、あ、やべ、痛恨か、これまさか。おー、大丈夫だった。あ、影の剣士こんなもんなんだ。そうか、なるほどね。さあ、連続ブレスを打っていく。お互いね、今のところ回避が一回もない勝負です。いい勝負ですね。さあ、ここよ、つばぜり合い。大事なのここよ。このつばぜり合い超大事よ。いくぜ、はじめ式。8。ねえ、来たー。来ましたよ。なかなかいいよ。これはもう勝ったべ。これ勝ったわ。いきまーす。はい、オッケー。で、この一旦ね、このレジェンドヒーローの一部は、例外なんですけど、レジェンドヒーローって基本的にこうやってつばぜり合いを仕掛けられると、残りの2体にボッコボコにされるんですよね。まあ、唯一の弱点ってここですよね。つばぜりに勝とうが負けようが、こうやって、2体から攻撃受けることになるんで、そこが唯一の弱点って感じですね。まあ、ここはもうこれでいいと思うけど、おっとっと光の玉ここかーい。さすがにこの一旦で1379は無理だべ。痛恨は基本的にだって主人公を吸い寄せるでしょ。痛恨はメタルキングの盾で多分主人公を吸い寄せてガードするし。おっと、5発。おい、マジか。
まさか本当に削り切る気じゃん、お前。本当に削り切る気か。え、でも大丈夫でしょ。ロトの剣技、クライが一発400でしょ。で、通行は高速ガードするでしょ。いけるでしょ。さすがに。疾風陣内。しっかり当てて、勇気が溜まった。あ、なんか普通にガチの勝負してるな、こうしてみると。光の弾の逃げ切りバーサス、ギガデインの削り切りか。正直これね、ルビスの森とかでよかったんですけどね。90? 怖いなぁ。呪いのランプしていこうが。呪っていこうぜ、もう一層。行くぜ、影さん。はい、呪いがかかる。はい、はい、はい。はい、オッケー。さすがに無理か。さあ、この一旦、敵の攻撃を耐えれるか。ロトの元気で、キャー、おう、ヒヤヒヤさせてくんねえじゃねえか。だ、さすがに。ここに勇気の、敵の補正があって、あって、通行でやってんなって言ったら俺はね、切れるよ。はい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 、すげえ、カンフーの人でいいだな。はいってなんやね。一応、剣に受けて。行くぞ必殺ギガーブレイクなぜ自分で自分に、自分で自分を苦しめちゃった。よっしゃ、勇者になりましたよ、これでね。最後の上級職業、勇者がね、出ました。はい、というわけでね、早速勇者を使っていきたいと思います。来ました、真竜の剣です。来たぞ、真竜の剣。そして、鎧は不思議なボレロということでね、はい、よろしくお願いします。勇者で行きましょう。アマかける竜の剣技。お供はね、オーシャンクロードリザードマンね。まずの勇者であることによってね、必ず第3の技になりますね、特性上。お互い人型チームとね、勇者チームで発動しています。まあ、簡単にもう一度勇者の特徴をおさらいしますとですね、勇者っていうのは他の職業系と違って鎧をつけていない状態でも弱点と耐性があるんです。まあ結構有名な話なんですけど、勇者はね、何もつけていなくても光属性に強い、光属性の全てに強かったりで、逆にね、あの暗黒属性の全てに弱いと。お、これはいい証明になりそうですね。自己フラッシュね、多分主人公が一番暗い。はい、ミスですね。今の、これは不思議なボレロ。これは不思議なボレロのせいです。行きましょう。オーシャンクロウルドン、用意してます。いいよ。おー、ナイスナイス、すごい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 。かわいい、煉獄長かわいい。ウルドン張り切ってんじゃん。そう、勇者っていうのは暗黒すべてに弱くて、光すべてに強いっていうタイプなんで、自己フラッシュとかのね、デンタリッチを使う上で、これ結構流行ってたんですけど、デンタリッチあるじゃないですか。あいつだって光呪文に弱いんですよ。その光呪文に弱い性質上、勇者のデンタリッチっていうのも結構入りました。そうすることでね、自己フラッシュのダメージがね、明らかに減りますんで。さあ行きましょう。リザードマンね、電位受けてみよう。はい、ナイスー。そう。だから自己フラッシュ対策として、勇者デンタリッチっていうのもいましたね。はい。そう、そうしないと光呪文自己フラッシュでね、450ぐらい打点取られることになるんで、そう考えるとね、まあおかしげな話ではないかなと思います。勇者のね、あの、職業相性なんですけど、あんま強い方じゃないですよ。勇者の職業相性、まあね、ちょっと画像でポイント出そうと思うんですけど、まあこの通りね、あまり強い補正じゃないですね。バトルマスターみたいになんか力と見守りが上がって、回避率、そう、魔法使いとかだと回避率が結構上がるんですけど、バトルマスターとかと同じようにそういうのは伸びない。基礎ステータがじゃあちょっとずつ伸びるだけっていうね、HP がまあね、300上がるっていうのはでかいんですけど、さあ、リザードはほんと賢い。あいよいしょ、デイン、うん、はい、オッケー。デイン打つんだったら魔法使いやった方がいいんですけど、本当は。さあ、ウルドン氷のランブ、超絶ランブ。ちょっと煉獄長に何の恨みがあんだ、俺ら煉獄長に何の恨みが。来たぞ、天かける竜の剣技。もう勇者だけが許されたチートさん。はい、天かけるトーン、オッケー。強すぎる、強すぎる、これ、やっぱり。勇者デンタリッチが流行ったり、多分これかもしれんわ。はい、天かけるトーン、やったーよく当てたな、お前。いや、勇者弱くはないんだけどね。逆にナイトリッチのドルマとか、影の騎士のドルマ、ね、ドルマ連中にやっぱ弱点を取られてすごいダメージを食らっちゃうんで、まあ一概にね、あの、デンタリッチ対策に勇者っていうのも難しかったんですけどね、最後はこれでいこう。最後何でもええわ。何でもええわ。行くぜ、ミラクルソード。はい、行くぞ。何おらかっこいい。勝負あり。さあ、
勇者でもう一戦ぐらいやろうかなと思います。ちなみにね、あの大会モードをクリアするとですね、敵のね、敵のあの街の人たちが全員勇者のねドキを上げます。はい、今回敵は勇者でございます。というわけでねえ、勇者ってそう考えたらステータスとか最終的なステータスを見るとかなりね中途半端なステータスなんですよ。戦士と比べて HP が高いかって、HP が高いかって言われるとそういうわけでもなく、なんか火力あるかっていうと、まあ火力は結構ね、天帝の剣とか、この雨かけるとかで、雨かけるって言っちゃった。雨かけるとかの問題で、実はなんだかんだ力以上に攻撃力は実はある方なんですけど、まあ、ステータス的に見ると、どっちかというと耐久型なんですよ。個人的な感想なんですけど、勇者は基本的にはどっちかといえば耐久型っていうのが多いです。はい、電体リッチ入ったんだ。電体リッチ入ったんだ。そういうことね。耐久、身の守りが高かったり、賢さ高かったり、受けに回る方が多かったんじゃないかな。まあもちろんね、あの生半可なチームだったらこのアマかけるとかでゴリ押すことは容易に可能なんですけど、自己フラッシュのダメージがね、一人だけね、あ、放射、いや、大丈夫、当たる。これは当たる。当たります。大丈夫です。はい、氷南部、OK、ナイス。はい、ナイスー。やるじゃん、ウルドン今日やべえな、お前。今日ウルドンどうしたお前。やべ、今日のウルドンやっぱ乗ってますよ。はい、お前も乗って開始ー。あれー行くぜ、アマかける竜の元気、今度はどうだ?OK。重いのが出るからな、なんだかんだでね。さあ、腰。もうディザードマンはですね、めちゃくちゃかっこいいですよ、こいつ。こいつめちゃくちゃ賢いんで、大体大丈夫。はい、大丈夫。ドム。リザードマンクソ賢いんだよ、こいつ。勇者のお供として正直ね、リザードマンめちゃくちゃいいと思うもん。うん。呪文、やっぱ勇者って、呪文が使えないんですよ、基本的には。せっかく高い賢さがあるのに、お前避けよった、回避率 1% が避けた。チンジ、おい、チンジやぞ、回避率 1% 受けたら、おい。はい、アマかける、ドン、あれ勇者どうした、勇者もうちょっと頑張らないか、今日の勇者。さっきの戦いでもう疲れたか、よいしょ、オッケー、いいよ。せっかく高い賢さはね、何も活かせないんですよ、守備面にしか。で、その賢さを補うためにはやはり呪文が使えた方がいいんで、今回リザードマンはね、個人的にかなりいいと思う。個人的にリザードマンかなりいいと思うけどな、勇者の共に。みんな全体リーチだからあんまね、目立らなかったけど、こいつも勇者だぜ。はい、デイン、うん、デイン使いの中ではね、デイング使いっていうの難しいんですけど、素手デインは使えないですよ、リザードマンって。第3の技解禁して初めてリザードマン使えるんですけど、リザードマンがね、デイン使いの中で個人的に一番いいと思ってます、個人的に。明治キメラは打たれ弱い、打たれ弱いし、状態重体性もあんま良くない、弱点多い。ベレスは身の守りが低いのに回避率がない。ピクシーは狙いが適当。ギズモはどっちかというとメダパに。8。はい、安定ですね。今日安定ですね。いましょう、OKOKOK。そう考えるとリザードマンが一番いいんじゃないかな、メイン使いの中では。ただ第3の技解禁しないといけないからな、それがなければもうね、めちゃくちゃ強かったと思うよ。切り裂きピエロっていうやつは確かに使えるんですよ。切り裂きピエロはリザードマンと同じで賢いしデイン打てるんですけど、あ、これはね、ゴミ技ですね。あ、これゴミ技ですね。ギガンテスに行きゃそれいいだろうけど、そこそ、まあ、ギガンテスに行くか、おめえ賢いから。切り裂きピエロはね、あの回避率はまあちょこっと状態性も完璧、属性耐性はあるんですけど、いかんせん打撃がなーっていう、打撃耐性をリザードマン持ってるんですよ。リザードマン打撃耐性持ってるのはやっぱね違うよ。正直打撃耐性は持ってるっていうのはこのゲームで一番重要かなと思ってるんですよ。回避率がめちゃくちゃ高いっていうのはまだいいんですけど、打撃耐性、もうこのゲームの大半がもう打撃です、というか、ほらもうこんなん打撃だしさ。このゲーム大半が打撃でできてるんで、それをやっぱね、軽減できるだけでも全然違うんですよ。ここユーチョルビス。勝ちだもんだって。ユーチョルビスで勝ちだもん。もうとどめ耐久って勝ちですよ。もうご利用しますよ。こうやったら、もうこうやったらダメ押しですよ。そう、だからね、どう、やっぱ打撃耐性持ってるってのはやっぱ違うと思う。おっとそいつに合うか。適当だな、お前の狙い。お前だけだぞ、頭悪いの。まあ、アーマーかける、はい、オッケー、ナイス、バカにした瞬間。ちょっと、
頭悪いって言った瞬間これかよ。来ました、見かすぎるお権利いきますやめろってリザーブ今日お前らすごかったね